チャオ、あっちゃんです。今日のあっちゃんのお昼ご飯は、ハニートースト、ハニートーストとね、スープでございます。食べましょう。あ、ライチが、ライチがいいかも。あんたが多分はパスパスになってるね。うん、うん、朝からね、雨がしとしと降ってて、で、ね、天気が微妙やったけど、ちょっと入ってきたね。青空が見えてきた。うん、でなんかでも台風来て雨降るみたいなことが嫌やなと思って。でもなんか今日一日中雨予報でだったの。止んだり降ったりみたいな感じでね。あと4時ぐらいから雨かも。いやな。もう今日はまだね、人してやねんけど、明日の、今日夜中から、豪雨情報が出てんのよ。うん、なんかね、台風が来てるとか言ったな。ああ、全然ちゃうやん。台風が近づくのは、日本近郊30日から31日にかけてが近づく。近づくけど、かする程度かな。でも30、29、30とか晴れやな。意味がわからん。まあいいけどね。うん、うん、蜂蜜濃っ。うん、飲みすぎた。甘いな。うん、こんな感じでね、と雨予報を見てんねんけどね。うん、明日ちょっと涼しなるな。雨やしね。あの雨ちょっとね、明日出かける予定やってんけど、雨やから無理かな。うん、落ち着いてくれな。ちょっとね、元の家かなかね、去年注文しとったやつが昨日発送やって、住所変更しとこ忘れて、注文したことすら忘れとって、どうにかな。うち早いからさ、配達完了のお知らせが来とんの。置き配のメッセージ、あれ、あ、こちらこっちや。まあまあまあ、ええわ。
夕方戻られへんだあかんし、夕方用事あんのこっちで忙しいのよ。よかった連絡したの、忙しいの今日は。まあいいけど、いろいろあってね、忙しいのよ。気にしたいんだ。蜂蜜はね、寄っていっていかなあかんねん。でも寄っていって、寄っていって、せやな、寄っていってか。蜂蜜はね、ええの買わんと、信頼できる養蜂場の買わんとね、農薬とか入ってもねえし。で、結構、蜂蜜ってピンキリないの。なんかいつも決まったとこで買ってんねん。エバグリーンはね、エバグリーン遠いしな。もう寄ってても遠いけどね。じゃあもうめんどくさい。タンクとかで売っとったよ。タンクね、養蜂場の立ち見つけてね。美味しかった。今日はね、甘いお昼ご飯。ちょっと微妙に足らん気もせんでもないねんけど、ね、あんまり食べて、ちょっと痩せなあかんからね。体重測っとかな。太った気がするんよ。ということでね、まあ今日天気が微妙やけど、ちょっとね青空が見えてきたし。まあ、今日はちょっと雨、朝から雨やったから涼しくってね、ちょうど気候がいい。これぐらい毎日続いたいんだけどね、急に暑なるのはしんどい。ということで、ちょっと今日夕方から前の家に戻って荷物取りに行ってね、早めに帰ってきて晩ご飯の準備して、今日もライブ早いでしょ。昨日ね、ライブ早押したからね、すごい楽やった。って言ってもね、その後時間がめっちゃあったから、裏チャンネルの動画作ってて、で、編集してて、結局ね、寝たん3時やってん。でも今日はさ、8時前、目覚めて、結構スッキリしてんのよ。ね、血圧がね、また安定してきたん。130台になってきたんと、やっぱり、まあ夜になったら眠たいな、眠たいねんけども、でも、なんかね、体調はいいかも。やっぱりね、決まった時間に、決まった時間、早い時間に寝て、まあ、決まった時間に起きるっていうのも理にかなってんのかもわからんね。で、朝から8時台に起きるとね、まあ、朝が長い。だってまだ今昼になっただけやもん。って言うてもわからへんね。朝の動画、今から今の動画の間やけど、あっちゃんはその間にいろんなことができるのよ。もう今日も、だから編集、今日の編集と、昨日夜中に全部編集やってんけど、残ってた編集のこと、ちょっとあって、それも今日朝からやって、で、トーク2本撮って、トーク違う動画2本撮って、で、これも編集終わって、アップ終わってんねんね。で、ちょっといろいろね、副業のことちょっとごちゃごちゃっとしとってんけど、またね、こんだけ時間空いてきたら違う副業もできると思う。だからそうやってね、やっていくのがいいかも。はよね、でかい方のパソコン動いたら、ちょっとネット副業1個しょう持てるやつあんねん。ね、それをしていこうと思ってるし、あとね、ちょっと落ち着いたら、企業セミナーみたいなのがあってね、それをちょっと受けに行こうと思ってるのがあってね、なかなか行くまん、大阪やね。企業セミナーっていうかね、ちょっとしたセミナーがあって、それを受けたいなと思ってんねんけどね。まあ、
ちょっと今年はね精力的に動いて、あっチャンネル、月100万超え目指してね、今年はちょっと全力で頑張っていこうかなと思ってねんけどね、やっぱりいろいろあんのよ生活で、ね、ちょっとねやらないことはあるし、お金が必要ないの、新事業を起こしたいね実際のところ、まあ、借り入れも考えてんねんけどね、ちょっとねもうあっちゃん人生最後のね大博打を打とうかなと思ってる事業やねんけどね、まあ稼げるかどうかよりも、みんなが笑顔になれる空間を作りたいっていうのがコンセプトやねんね、一応それで稼げへんかったら事業終わってまうから、稼げないとあかんからトントンでもいい、ギリギリでもいい、だってあっちゃんは YouTube っていう収入源があるからね、だからそこのところでやれるような、ビジネスをやろうと思ってんねんね、だから要はまあね、ある程度ねそう同じような趣味を持った人たちが集まれる空間、その趣味も一つの趣味にこだわるんじゃなく、いろんな幅広い趣味の人たちが集まって楽しめる空間っていうのを作りたいな、まあいつかこれは、具体化したらみんな話しましょう。はい、それとお肌きれいだったでしょ、の美容関係の、また商品の紹介もしよう思ってんだけど、これまたねまたもうちょっと経ってから、来月再来月ぐらいにちょっと紹介しようと思ってんだけど、もうちょっと待っとってください。いろんなことでみんなにね、喜んでもらえることを提案していくようにしようと思って、あとね TikTok とか使って、あっちゃんはちょっといろんな商品をこう販売していく、要は今までやってきたネットビジネス、ネット販売、ネットショップをもうちょっと力入れようと思ったりね、あとオリジナル商品とかね、まあ、全力で頑張るから、まあ、その結果収益が増えてまたいろんなことができる、みんなに還元できることを考えていくんでね、あっちゃん一人で儲けるんじゃなくみんなに還元して楽しみたいんでね、これを全力でやっていこうと思うんで、まあ、今年からあっちゃんはいろんなことやっていくんで、みんなと楽しみましょうっていうことで、まあ、あっちゃんについてきてよかったなって言ってもらえるような配信者になっていくんで、ぜひぜひお待ちください。ではまたね、バイビー。今日のあっちゃんのお昼ご飯良かったよと思ってくれたら高評価、応援、コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね、バイバイ。昼からのちょっと連絡入れて動くわ。